登山長タカさんはね、ええ、僕によくよく言いますよね。何を？歌ってる時中居君だけ力みすぎって、うん、自分力んでたわよ偶然に身を焦がしてすっごい似てるでしょ。俺すっごい勉強しちゃうのよ。でも似てる。偶然に、にはねワンポイントレッスン、にはねぬぬいなってんの、タカさんの偶然に。うまい。全然違う。偶然にだろ。なってのぬいって。よよ。うん、こちらでございますね。リオ結成、うん、リトルキッス、チーズが高木、ノリザボロ&ジョージ山本に負けられない、うん、やっぱりライバル意識というものあるんでしょうか。まあとりあえずね、ノリタケには負けないっていう、うん、石橋は、うん、今年はノリタケが一人で紅白に出るけど来年は俺が一人で出ると紅白宣言をしていたと、うん、ね、今年はこの二人多分紅白出るんでしょうね。そうだね。選ばれるんですかね。選ばれるに決まってるでしょ。そりゃ工藤さん一人が選ばれるってことはないんですかね。石橋が宣言した紅白出場にはかなりハードルが高くなりそうだって書いてありますよ。どうして俺んち放置新聞撮ってんねん。そういうの書くわけ。放置は今すぐさあキスをしよう。まずは石橋貴明さん、工藤静香さんのユニットで ASAP、 実に23年ぶりのテレビ歌唱です。23年ですからね。びっくりしちゃいますよね。ちょっとね、びっくりしたよ ね。俺この間夜中 YouTube で ASAP 見たんだよって言ったら、あ、私もたまに見るって言って大笑いしたよね。バンドリハーサルでは全くブランクを感じさせず息もぴったり。練習してなかった？お家でかくれんとかしてない？すごいちゃんと歌えててびっくりしたんですよ。逆にハーモニーのところ、そう、ハーモニーのところが簡単です。声を小さくしちゃうんですよ。そうですね、やっぱりこの時代ですから、体をこう抱き寄せてこうちょっと踊るみたいなシーンがあったんですけど今日本番来たら急にすいません離れてくださいって言われて、まあソーシャルをちゃんと守っても静香とはもう心が通じ合ってるんで、まあこうちょっとこう揺れてる感じで、なんか俺は心の中で静香のことを抱きしめてました、はい、抱きしめられてました。Yeah.
引き寄せられたり愛しさに